吉田さん、キャラメルを食べながらの放送ですけども、消える魔球ね、消える動画、あれのタチの悪いのは、動画をアップロードした瞬間は何もないんですよ。なんか数ヶ月経って思い出したように、なんか警告です、削除ですみたいに来るんですよね。ということは YouTube の規約っていうのはどんどん変わり続けるじゃないですか。以前は大丈夫だったけども、今年の規約変更で過去の動画はダメになりましたよみたいなのがこれからも来ると思うんですよ。ということは私の YouTube チャンネルは風前の灯火ですね。なんか危なっかしい動画結構あると思うんで、だから基準がきつくなったらダメになったりとかね、時期によっては私がアカウント制限されたような動画でも復活したりとかね、なんかその都市伝説系の動画ってよくね、収益剥奪とかチャンネルバンとかね、あるみたいですけども、なんか不思議な話っていうのはだからダメなんですよ、真に受ける人がいるから。ごく常識的な当たり障りのないものばかりが、まあこの YouTube の中でも出てくるってことになって、だんだんこう面白くなくなってくると。そうなるとデイリーモーションとかその他の別の動画投稿サイトがね、ちょっと人気になるのかなと。まあチャンネル名は言えないんですけども、人体を解剖したりとかね、人体を、それから公開処刑してるところのむごたらしい動画ばかりを集めてる動画投稿サイトってあるんですよ。それはでもね、マイナーすぎて生きてますね。でもね、一番ダメなような気がするんですけど、そういうのはね。でも全然 YouTube ほど有名じゃないし、知られてないし、 YouTube の中でそのサイト名を喋るともちろん一発アウトになる可能性は高いんで、私も言いませんし、だから伝わらないんですよね、広がっていかないんですよね。で、知られてないものこそなんかすごくニッチというか深い闇が潜んでいると。まあ YouTube はあんまり深い闇がなくなってきたのかなってことですね。なんかいたずら系、ドッキリ系ももうほとんどなくなっちゃったりとかして、なんかね、地上波でもドリフの時代にはいろいろできたけど、今はね、ただひな壇芸人が喋ってるだけみたいな、わはは終わりみたいなね、どんどん面白くなくなってくるなと思いますけどね。じゃあ今日も始めましょうか。